曜火曜日は三重県に旅行してました。賢島はめっちゃ良かったです。電車でも行けるのでぜひ。でかい亀がいました。水曜日は地域のクリスマス会に参加して子供たちと遊びました。夜はゲストハウス3キロで宿直のアルバイトをしていました。木曜日はチラシを作っていました。簡単なチラシなんですが悪戦苦闘してめっちゃ時間がかかりました。何事も経験です。大江戸町の文化会館のクリスマスのイルミネーションが綺麗でした。金曜日は久しぶりにこたつで寝落ちしてしまいました。風邪ひかなくてよかったなって思いました。朝溜まっていた洗濯をしてご飯を作りました。名古屋人は定期的に味噌を補給しないとダメになります。名古屋名物味噌煮込みうどんです。ちょっと前までスマホ1台で全部やっていたんですが、最近は使う機材が増えてきました。夜は商工会の青年部の方々の忘年会で僕の拠点を使っていただきました。応接間のブレーカーが落ちて復旧できないというトラブルがありましたが、皆さん笑顔で楽しんでくれた様子だったので良かったです。日曜日は冬至だったのでもらった柚子を使って柚子湯をしました。その後夜は M1 グランプリを見ていました。ミルクボーイめちゃめちゃ面白かったです。そんな感じの1週間でした。